それじゃあ行こう。やばいよ。側から鍵がかけられているみたい。他の道を探しましょうか。正体を見せろ。不意打ち正義。お宝の香り。強敵ね。火炎効かないから他の技を使って。ヘルス。ダメだ。弱点がないのに。スキルを忘れさせることできない？ここでペルソナだ。くらえ。倒せなかったか。ペルソナ。どうも言ったのか。覚悟しなさい。まだやれるみたいね。ペルソナ。こうで。力不足で。エンズ。ノアールが攻撃をかわした。生きた心地です。ペルソナ。さすがジョーカー。カウントエレイ、我が恥。
さて終了ね。先に行きましょう。暴いてやる。手こずってられない。みんなお疲れさんだ。さて余裕すぎて相手にならないな。さてよし、戦闘終了。行きましょう。正体を見せろ。強敵だけど隔熱弱点強い敵よ。疾風弱点をついていきましょう。ペルソナかけろ。ヨハンナ敵ダウン。クイーンいけいけ。この子まだ終わらないぞ。ペルソナ身を締めてドロー。ヨハンなかなかやるな。ここで手こずってられない。さすがさて、ちょっと物足りないかな。宝箱だぞ。正体を見せろ。チャンス！こっちだ！
ここは？おいおい、待て。そうね。うん、それで行こう。何かご用ですか？より一層の構成に励んだ。予想外を覚悟しとけよ。探りなさい。これでいいのか？なるほど、これは強いペルソナです。可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。大きな力を授か、これはこれは。強力な力を持っているな。心して選ぶがいい。なるほど、これは強いペルソナです。技量を超えた合体を行いたいのかな。今日は強めに締め、パワーアップした姿です。気合い入れてくくるぞ。警報を利用できているようですね。処刑後のペルソナ、力を一つに。まあこんなものでしょう。これが処刑後の。では始めよう。おっと、いささか予定と違ってしまったか。
移動完了だな。では。研ぎ澄ませ。その いいぞ。無理無理。安全。到着。ねえ。正体を見せろ。発見ね。中身をいただいちゃおう。お、
や、ジョーカー。
石ゲット。あれが例の IT 社長か。私、行ってくる。一人で？みんなで行くと警戒されるし、それに IT 社長とか私の出番っぽいし。任せてみる？任された！まるで初めてのお使いだな。タフなミッションになりそうだ。なこという余裕があるんだし、いけんじゃね？危なくなったら大声出すんだよ。なんだ誰だよ。お邪魔します。その格好っていうか、なんで窓から？だって鍵かけて出てこないんじゃ窓しかなくね。あ、でも気持ちはわかる。自分のお部屋最強だよな。女の子？確か IT の人だよね。話合いそうな空気あるな。そもそも君は誰？ん？そのマシンは君の？気になる？自作したの。こりゃすごい。モバイル機種でここまでやるとは。ベンチマークとかやばい数字出るよこれ。まあ普段は手強いとこ暗くする時のサブプロセッサーにしてるやつだけど。クラック？サイバー攻撃という意味で言ってるのか？メジエドって知ってるか？それはもちろん。聞いて驚くな。いや驚け。私がメジエド本人だ。偽物を退治したのは私だ。え？信じてないな。ほらこれが証拠。これあん時のプロジェクトサーバーの。全部特定したのか。私の腕が欲しければ紹介状をくれ。なんてこった。我々の用意したサイトがこんな子供に潰されたとは。え？社長さんが用意？そうだよ。だがどうして潰したんだ？だって私は書いた。単純にメジエドの名が勝手に使われて許せなかっただけだ。なんで怪盗団にメジエドを仕向けた？メジエドを選んだことに大した理由はない。名が知れてたし都合は良かっただけさ。怪盗団は匿名の相手は狙えないって分かっていたからね。そんな理由。自作自演で倒されるはずが本当に潰されて、私も明智君もあの時ばかりは驚いたよ。まあもともと畳む予定だったから計画に大きな破綻は起きなかったけどね。おかげで怪盗団はぬか喜びとも知らずにひとときの絶頂を堪能したんじゃないかな。
ネットなんて悪用してなんぼだろ。いや、悪用なんて言葉自体当てはまらない。法律が想定もしてないイノベーションこそネット活用の本質であり醍醐味。お前てか君もメジエドならわかると思うけどさ、情弱どもが踊らされんの見るのはぶっちゃけ楽しくね。三流だな。あ？スキルも三流だが人としても三流以下の匂いがプンプンするぜ。一緒にすんなよ。私はな、世直しするんだ。急にくだらないことを言い出したな。まさかサイトを潰したのも世直しか？そうだ、なんたって怪盗団だからな。なんだと？弱いやついたぶってイノベーションとか、さすが三流様は言うことが違うな。やっぱ根っこの指導からバンしなきゃダメだな。紹介状渡してもらうぞ。誰が渡すか。まずはパソコン勝負の？ああ、寝言言うなガキ。この手で楽にしてやる。みんな結局こうなるのね。まあ持ってることさえ確かめちまえばこれが一番手っ取り早いぜ。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで来い。いただいていく。この力があれば。よし、紹介状。偽メジエド以外にもなんか悪いことしただろう。一番秘密のこと教えろ。認知科学の研究だ。いえ、何した。研究結果のデータを抜いた後、表向きは全部削除した。それを暗号化し、極秘データとして一般人がアクセスできない領域に置いた。勘違いしないでくれ。私は廃人化については知らない。シド、何の研究をしてやがんだ。悪用させるか。どのメディアもシド総理に太鼓判ですね。国民の期待もますます高まってるようです。ここまで来られたのもお前のおかげだよ。まさに二人三脚だったな。光栄です。そこで一つ頼みがあるんだが。何でしょうか。廃人化ビジネスの乗客たちだが、お前の不審だと思うやつをまとめて始末してくれないか。今このタイミングでですか。そうだ、早ければ早いほどよい。どうして急に。何かあったんですか。
や、何もない。ただ、ことが起きてからでは遅いだろう。ナーバスになるお気持ちはわかりますが、焦らず、選挙後でもいいのでは。総理就任前に、ゴミはきれいに片付けておきたいのだよ。完全なる勝利のために、不安の芽は全部摘み取っておく。不安って、今までそんなこと一度も。指導さん、私に歯向かうことの意味、分かっているのだろうな。お前は私の言う通り動けばいい。頼んだぞ。突然すぎる。まさか。くっそ。
お前らしつこいの。そこまでしてわしの弾が取りたいか。どこの組だもんじゃ。組？組って人形的なあれじゃねえ。処理って決してぽいみたいな。やばい、本物。指導のやつ、裏社会とべったりか。紹介状、お墨付きをもらうにはどうすればいいの？おい、わしは忙しいんじゃ。おめごとのもみ消しや愛人家の後始末でな。用があるならいい。紹介状だ。なぜお前らにやらなあかんのじゃ。ですよね。あの、実は入れ墨のデザインを提案しに来ました。入れ墨？彼、絵がうまい画家なんです。どういうことだ。入れ墨のデザインなどする気はないぞ。ユウスケならやれるかなって。何を揉めとる。見せてみろ。嘘なら処理させてもらうが。ユウスケ描けって。絵は絵だろ。では俺が描くものを決めていいですかね。ダメだ。わしに似合う神々しい法を描け。それ以外は認めん。ほう、好みじゃないんだが。言い訳か。口だけの自称画家が。そんなもん吐いて捨てるほどおるわ。口だけではない。どんなものでも書いてみせる。紙と筆を。できた。おい、これ入れ墨の絵じゃねえ。怪物？語弧がすごいけど。芸術爆発だね。俺にとっての法王はこれだ。こりゃダメだろう。斬新じゃ。気に入った。ありがとうございます。うまくいったっぽいね。では紹介状を。条件がある。小僧、わしのお抱え彫り師になれや。スカウト？断る。ならば紹介状は渡せん。俺の絵の道は俺自身で決める。もう誰の世話にもならん。分かったら紹介状を出せ。出さぬのなら奪い取るぞ。法王など到底似合わぬドバトからな。ほんどりゃ、処理じゃ。腹は裂いて綿引きずり出すら。結局やんのかよ。ペルソナ、食らえ。ペルソナ、私の怒りを思い知れ。ペルソナ、防御力を下げられてるぞ。おりゃ。ありがとう。ありがとうね。ペルソナ、これです。奪い。
は戦力が上よ。無理はしないで。そんな。キングフロスト、いただいていく。ローラさすが。モナの防御力で変化してるよ。ゲルソナ。はい。すまんな、どうぞね。それ、我が半身。ゲルソナ。はい。来い。使いたいものだな。新スキル習得、早速使いましょう。強いの、小僧ども。その気骨見上げたもんじゃ。よかろう。わしのお墨付きをくれてやる。船内で暴れ回ったこと、本来ならば処理の対象じゃが、まあ必要なかろう。見逃すということか。お前らみたいな強者に入り込まれるとは。この船、先は長くあるまいて。大さんじゃ。船長はいい雇い主じゃったが、真珠はごめんこむるわい。達者でな、若いの。認知上の人物としては意外だな。政治家は日陰の人脈とは親しくならない。きっと現実でも金銭だけのつながりなのよ。そうに違いない。やっと5つ揃った。これで本会議場に入るんだっけ。ええ、そこにおそらくお宝が。紹介状集めで他の場所はほとんど回ったから間違いないと思う。絶対お宝奪ってやる。分かってると思うけど、今回の予告状は今までとは重みが違う。予告を出せば死んだはずのジョーカーが生きていたって相手に知れる背水の陣よ。
負ければ今度こそ俺たちの人生も終わりだろうな。そんなの嫌よね。足りめえだぜ。決まりだな。問題はどこにどうやって出すかだけど、どうせ出すなら最高に派手にやろう。凝ったトリックも全部この時のためだったんだし。というか実際派手にやらないと小さなリークじゃ握りつぶされる。今回は手紙にこだわらなくていいのかも。ついに私の出番来たな。これどうしたの？なんでもない。ま、長居してまで考えることじゃない。一旦戻ろう。よし、